カウントでやります。ランデシック。ワン、ツー、スリー。はい、スタートですね。ワン、ツー、下からスクリーンより、ファイブ、シックス、セブン。で、オープンブレイクして、ワン、ツー、スリー。女性を開かないと。ファイブ、シックス、セブン。で、女性は収納されて、ワン、ツー、スリー。ファイブ、シックス。次、左手にしながら、スリー、ファイブ。女性は合計4回まで出してます。そしたら、男性が、レフトターン。1、2、3、お腹に添えて、5、6、7、回し。そしたら、今度、コパですね。1、2、3、これ女性の背中を押さえて、前、6、7。これ男性ライトターン。1、2、3、5、6、7。ここで、手を落とします。そのまま左手を見せて、オープン。1、2、3、入れ替わったら、フックターン。5、6、7で返します。で、このまま、クロスボディーグリルで、女性が口に入れたら、バランシング。1、2、3、5、6、7。1、2、3、5、6、7。1、2、3、準備して、5、6、7と2回転。頭にかけたら、ピー。あ、ちょっとこっち側だと、やりづらい。こっち側だと、こっち。ここから、引っ張って、っていう形です。ありがとうございます。たくさんあったと思うんですけど、そんなにね、ハードル高いのはこの飛ばすところと女性がターン最後の3 2回転半ですか。あれは結構難しい。だからヘッドスポットは多分できてない、一人できないし、朝のバランスとかっていうのはすごく大事です。だから男性は女性が崩れたなと思ったら無理しないことです。1回転半ですよ。それでやってもらって、今日、お会いしたかなと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。